このまま行かせるものか。まあ、何としても追いつこう。早い。ともかく見失うな。辺りに降りたんでしょうか。絶対に追いつくわよ。軍の監視塔と共和国軍の基地が攻撃されたことに関係しているのか。無用な疑いはかけたくない。だがこの地にいる理由と名前くらいは教えてもらえないか。なんか露骨に疑われちゃったみたいだし、ちょっと段取りが狂ったかな。そっか、その手があったか。君たちが手伝ってくれれば万事解決、オールオッケーだよね。え？な、何を。でもどれだけできるかちょっとだけ試させてね。やる気か。僕はミリアム、ミリアム・オライオンだよ。こっちはガーちゃん、正式名称はアガートラム。それじゃよろしくね。それじゃ始めよっか。任せてくれ。そこだ、ガーちゃん。いいだろう。はい、はい、任せてくれ。そこだ、行くぞ。いいだろう。行くぞ。
油断したかな。戦闘終了、先に進もう。大丈夫そうかな。小娘、いい加減にしてもらおうか。2つの軍事施設への攻撃、やっぱりあなたの仕業なの？だから違うってば。ああもう、なんて説明すれば分かってくれるんだろう。だったら話せる範囲まででも構わない。君が知っている情報を教えてくれ。俺たちの力が必要と言ったら、この地の平穏を取り戻せるならいくらでも力を貸そう。だからどうか話してほしい。リン、ガイウス。甘いとは思うが。ミリアムさんと言いましたか。とにかく時間がありません。私たちにどんなことを手伝ってほしいんでしょうか。手伝ってほしいのは、監視塔と共和国軍の基地を攻撃した連中、数名くらいの武装集団の拘束だよ。なんですって。あの迫撃砲を見たでしょ。同じものが共和国軍の基地から少し離れた場所に隠してあったんだ。ま、同じ連中が仕掛けたんだろうね。ちょっと待て。その武装集団というのは一体どういう。詳しくは知らないけど、両兵崩れっぽいから高額なミラで雇われただけなんじゃないかな。ま、これからその辺りを確かめに行こうと思ったんだけど。待ってくれ。ということは、そいつらがどこにいるのか君は知っているのか。うん、高原の北の方だよ。どう、手伝ってくれるなら案内してあげるんだけど。分かった。とりあえず協力させてもらう。トールス士官学院7組、リーン・シュバルツァーだ。ガイウス・ボーゼル。アリサン・ラインフォルトよ。一応よろしくね。エマ・ミルスティンです。よろしく、ミリアムちゃん。ユーシス・アルバレアだ。オーロックス・トリデの侵入についてもいろいろと話してもらいたいものだが。僕たちに気づいてたんだ。それはそれ、これはこれで一旦お願いします。調子のいい。まあまあ。とにかくよろしく。それじゃ早速だけど、高原の北に向かっちゃおっか。ああ、だがその前に一旦集落に寄らせてくれ。そうね、通信機で門にも状況を説明したいし。よし、とにかく出発しよう。で、君の方は彼に乗っていくのか。そうだね。とりあえずせっかくだし、君の後ろに乗せてもらおうかな。え、母ちゃん。消えた。しかも今の消え方は。ほらほら、出発するんでしょ。それじゃ武装集団を捕らえるためにレッツゴで。落ちないようにな。
なかなか強そうだね。手ごわいぞ。僕の番だ。気をつけ。ドラ。俺の番だ。崩れたぞ。そこだ。ガサ、行くよ。必ず間に合わせてみせる。風が取った。行くぞ。俺の番。任せた。崩れたぞ。こと俺の番。任せるがいい。今だ。続けガイウス。任せた。崩れたぞ。こと僕の番だ。行くぞ。俺の番。時間を取られた。よし、行くか。たたたたたた。よし、さっさと終わらせるぞ。いいだろう。
こだ。ロバさん、俺の番だ。時間を取られた。先に出よし、まだ。よし、行くか。よし、行くか。
石切り場。千年以上前の巨石文明の遺跡か。悪しき陣が封じられているそうですが。ああ、あくまで言い伝えではだが。でも本当にこんな場所にその武装集団がいるの？人の気配があるとは思えんが。ああ、多分遺跡の奥の方に潜伏してるんじゃないかな。1時間くらい前、あの高台の入り口に何人か入るのを見かけたもん。あんなところに例のワイヤーバシゴを使って出入りしたってことかしら。ここからだと高すぎてちょっとわかりませんね。そういうわけだからこっちから入ろうと思うんだ。僕とガーちゃんだったら上まで一気に飛んでいけるけど、君たちは無理でしょ。それはそうだけど。だがそこから入るって、そんな重そうな石の扉をどうやって開くつもりなんだ。とにかく馬から降りた降りた。こんな扉くらい僕とガーちゃんが何とかしちゃうから。とにかく馬を降りるか。もちろんだけど。その金色の本当にどういうものなの？機密事項かな。機密事項です。まあいい、とにかく中に入るぞ。Thank you.
マイスター見た、八王が一刀。それにしても何あの光ってるの。ええ、ちょっと気になりますね。私の番ね。いいな。本当に何なんだ。わからん。だが気をつけた方が良さそうだ。せい。私の番で。任せてくれ。
俺の番だ。俺の番だ。ここだ。僕の番だね。任せてちょうだい。はい。俺のここだ。任せて。行くぞ。戦闘終了。よし。やっ。終了。ちょうだい。
俺の番だ。ここだ。はい。ほい。行くぞ。ここだ。はーい。どうや。私の番ね。任せてくれ。行くぞ。戦闘終了。先に進もう。やったか。
そう。そこだ。僕の番だね。行くぞ。私の番ね。任せてくれ。僕の番だね。俺の番だな。私の番ね。任せてくれ。道を行くちょうだい。
士官学院7組の者だ。監視と共和国軍基地攻撃の疑いであんたたちを拘束する。どうやらゲロードモを使って大それたことを狙っているらしいが、その薄汚い思惑叩き潰してやろう。お前たちは、ふん、そうか、ケルディックでの仕込みを邪魔してくれた学生どもだな。まさか、あの野党たちを陰で雇っていたのは両方軍ではなくこの私だったというわけさ。我が名はギデオン。それだけ覚えておいてもらおう。もっとも同志たちからはジートだけ呼ばれているがね。同志なぎがしかの組織に所属しているようだが。問答は無用だ。この地にあだなすのならば全力をもって阻止させてもらう。うんうん、一網打尽ってやつだね。ああ、学生相手にかわいそうだが仕方あるまい。知られた以上生かして返すわけにはいかん。陶器異教の地で若き命を散らしてもらおうか。こいつら手加減は無用みたいですね。7組 A 班、
武装集団の制圧を開始する。悪いが、この場で果ててもらおう。ええ、そこ？はごときが というものだ。この場にいる全員ごとあの世に行ってもらおうか。笛？何のつもりだ。上だ、気をつけろ。主ということか。ふん、どうやら太古から生き残っていた魔獣らしいな。目覚めたばかりで空腹らしいから、全員餌になってやりたまえ。それでは良き死での旅を。お、逃げた。ワイヤーロープ。
今は後回しだ。ええ、さすがに見過ごせません。 A 班戦闘準備、巨大雲の迎撃を開始する。強そうだね。でも面白そう。マイ、私の番ね。任せてくれ。俺の番だ。そこだ。はい、任せてちょうだい。
時間通りか。同志爺、お疲れだったようだな。同志爺、わざわざこちらの方に来てくれたのか。まあ一応リーダーを務めさせてもらっている身だ。なかなかの戦果だったようだな。ふん、慰めは結構だ。本来なら共和国との紛争が始まり、あの男の隙を作れたはず。それがこの体たらくだ。しかしこの結果すらも我々にとって今後有利に働く。あらゆるところで鎖を打ち込まれるリスクを意識させることでな。アイスメイデンにもスケアクローにも読み切ることは叶うまい。違いない。早速次の一手の仕込みに取り掛かるとしよう。いよいよ我らの存在を世に知らしめるためにもな。その調子だ。やれやれ、なんとかなったみたいね。 A 班のメンバーも無事だし、戦争もなんとか回避できたし。ま、情報局の連中が出張ってきたのは驚きだけど。漆黒の高速飛行艇ラインフォルトの最新型か。軍の偵察機や貴族や資産家の道楽に使われてるみたいだけど。そのあたり心当たりはないのかしら。本当にサラ様はお鋭くて困ってしまいます。よく私の気配にお気づきになりましたね。よく言うわ。半分くらい試してたくせに。それにちょっとばかり気配に心当たりがあったから。2年くらい前の事件とか。2年前でございますか。まあいいわ。それよりも本当に知らないのね、今の黒い高速飛行艇の出どころ。残念ながら RF グループの製造記録には載っていない船のようです。あくまで表面上では。でいろいろあるみたいね。まあいいわ。私はこれから集落の方に顔を出すけど、あんたの方はどうするの。そうでございますわね。大旦那様への挨拶もありますし、ご一緒させていただければ。何よりも有沙お嬢様の驚くお顔も見られそうですし。やれやれ、あの子も大変ね。Thank you.
明日も期待して。なかなか悪くないわ。